本部が終わったら旅に出よ旅に出よ、すぐそこまで旅に出よ。長い間うちの中でじっと我慢したから、今は大きな空の下で深呼吸がしたい。長い間うちの中で動かないでいたから、今は美しい景色を見ながら歩きたい。でもまだ遠くには出かける勇気もないし、日帰りか一泊旅行で気持ちを話したい。旅に出よ旅に出よ、ステイホームが終わったら旅に出よ旅に出よ、すぐそこまで旅に出よ。人は何のために旅に出るのだろう。これからも旅ができなくても生きてはいけるけれど、それでも何のために旅に出るのだろう。そこには答えなんかなくて、きっと衣食住旅。これからはキャリーケースも持たない旅がしたい。片手で軽く持てるくらいのバッグ一つだけ持って、旅に出よ旅に出よ、ステイホームが終わったら旅に出よ旅に出よ、隣町まで旅に出よ。旅に出よ旅に出よ、ステイホームが終わったら旅に出よ旅に出よ、すぐそこまで旅に出よ、隣町まで旅に出よ。ララ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 皆さんと一緒にまた、嵐山をね、できるだけ嵐山に足を運んでいただきまして、まずは京都人が、この嵐山を盛り上げていけたらと思っております。